はい、今日はレガシーにこのワコーズのフューエルワンというガソリン添加剤ですね、これを入れて、燃費が変わるかどうか試してほしいというリクエストをいただきましたので、やってみたいと思います。で、この車はメーターに燃費表示がないので、満タン法で燃費計算してみようと思います。で、とりあえず今日はまずガソリン入れて、で、このフューエルワンを入れて走ってみます。で、燃費の結果の方は、しばらく走らないと出てこないので、また後日アップしますけど、今日はこのフューエルワン入れて走りがどう変わるのかのチェックをしてみたいと思います。まあ、とりあえず満タン入れて、添加剤入れて、で、まあそうですね、150キロ200キロぐらい、まあ、とりあえず走ってみますね。で、もう一回満タン入れて、まあ、そこでちょっと計算をして燃費を出すという感じで、まあ、今ちょっとガソリンを入れに行ってますけど、このね、フューエルワンっていうのを今回初めて買いましたね。今までは、まあ、STP の添加剤とかを使ったことあるんですけど、ワコーズの添加剤は初めてですね、僕は。今回リクエストいただいたんでちょっと買ってみたんですけど、添加剤もなんか毎回そんなに入れてるわけじゃないので、まあ、気が向いた時にちょっと買って入れるみたいな感じでずっとやってきたんですけど、まあ、燃費はですね、まあ、以前測ってたことあるんですけど、添加剤を入れない時で測れば、まあ、大体まあ普通に平均 6、7キロぐらいですかね。で、まあ、ちょっと少し加速したりとか、まあ、そういう機会が増えると、まあ、6キロ切って5キロ台まで落ちますよね。まあ、このフィエルワン入れてどう変わるかですよね。まあ、とりあえず今日はこの走った感じどう変わるかのチェックをしてみますね。ではちょっと、一旦満タンにしてみます。はい、最初にこのフューエルワンね、丸々1本入れてから、早送満タンで入れてみました。ちょっと走ってみますね、一回。メーターね、だいたい半分よりちょっと下まで落ちてたんですけど、30リッターですね、30ちょっと入りましたね。まあ今トリップゼロにしました。危なかったですね、今ちょっと忘れてたんで、これをゼロにしないとね、意味がないんですけど。感覚、そうですね、入れて変わったかと言われると、うん、まあ、ちょっと変化はあるかもしれないですね。アクセル踏んだ感じの上がり方がちょっとスムーズかなっていう感じにしますけど、ただね、言われなきゃわからないですね。
自分で入れて違いを確かめてるからなんとなく変化を感じるっていうところですけど、そこまでの大差はないかなっていう感じです。まあ添加剤入れたらまあすぐ、ね、違い出るはずなんで。スムーズかもしれないですね、入れる前よりは。やっぱり吹き上がりがスムーズかもしれない。その辺の変化はね、若干感じますね。やっぱり劇的にってことはないんですけど、まあ多少の変化は感じれるかなというところですね。まあ、あとは燃費がどれくらい伸びるのかというところですけどね。正直ね、この車乗ってて燃費気にしたことがあんまなかったんですけど、今までね。まあ測ればだいたい6、7キロぐらいでしたね。それがどのようにね、FUEL1 で変わるのかっていうところですよね、今回は。まあしばらく走ってみたいと思います、ね、100キロ200キロぐらいとりあえずで、まあまた計算して後日ね動画アップしようと思って、まあ、とりあえず今日はね少しドライブということで、仙台新港の紅葉海浜公園で今日は終わりたいと思います。まあ、20リッターから60リッターで1本使用っていうことなんで、まあ、この車満タンにすれば65リッター、タンクが65リッターなので、まあ、ちょうど1本ね使えるかなっていうところですけど、20リッター以下には使用しない方がいいってことです。ガソリン添加剤入れたの久しぶりですね。でも今年まだ1回も入れてないんで、去年ね確か STP の、スーパーガストリートメントってやつをね入れたはずなんですけど、まあ気分的なものかなと思っていつも入れてたんですけどね。やっぱり、うん、さっき入れてから入れる前と比べると吹き上がりスムーズかもしれない。本当に改めてね、まあ、このスムーズに上がってくれるのが逆に燃費の向上につながればいいですね。あまり踏まなくてもこう加速してくれれば回転数を上げずに済む。でも差がね出てくれたらいいなってことですけど、やっぱスムーズですね。まあ今回Amazon でね購入したんですけど、1本1600円したんで結構高いんですよ。まあ、今まで分かっていたんですけど、高くてあんまり手出さなかったっていうのがあって今まで使ったことなかったんですけど、1本1600円結構添加剤の中では高い方じゃないですかね。
の商品はバリアスコートっていうね、コーティング剤です。ワコーズの商品はそういうのしか使ったことないですね。だけあるかなっていう感じしますよね。はい、ということで、ワコーズのフュエルワンを入れてちょっと走ってみましたけど、吹き上がりがやっぱりスムーズになった気がします。まあ肝心の燃費の方ですね、どれぐらい変わるのかまた後日アップしていきたいと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。